今週の TJM4.0 ポッドキャストを聞いてくれているニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。どうですか皆さん、今日いかがお過ごしでございましょうか。アリケータです。 TJM4.0 ポッドキャストです。やってきました。何を話そうかいろいろ考えていました。まあそんなに考えていないんですけど、昨日ですね、たまたま、今日火曜日なんですけど、月曜日ですね、月曜日にですね、もともとですね、僕が TJM をやっていた時に一緒にですね、その TJM を手伝ってくれていた、木場さんっていう人がいるんですけど、多分ね、すげえニッチな人はですね、存在を知っていると思うんですけど、昔からですね、僕がですね、TJM をやっていくとき、やってるときに一緒に手伝ってくれた、なんて言うんですかね、もう僕の中では勝手に戦友というか、もう、それこそ本当に、戦だったんですよ。もう戦だったんですよ。こうウェブ動画がこれからこう流行るっていう時になっていた時代だったんですよ。これから来るんじゃないかっていう時に、僕がですね、まあ一生懸命こう、いろんなね、なんて言うんですか、まあ仕事としてこうやっていきたいっていうところも、まあちょっとあったので、そういう部分でですね、戦だったんですよ。マジ戦だったんですよ。で、その戦をですね、共に戦ってくれた友達が、戦友ですよ。つまりは。が、その周平、木場さん、木場周平っていう人なんですけど、ものすごい声低いんですよ。おはようございます。みたいな。ものすごいいい声してるんですけど。まあ、そんな彼とですね、昨日はですね、すごい久しぶりに、やっとですね、ちょっともともとですね、3月ぐらいかな、お花見の時期に、ちょっとお互いの近況報告でもしましょうよ、みたいな話だったんですけど、ちょっと僕の方ですね、ちょっと身内にちょっと不幸があったので、で、それで、それがちょっとお花見に僕行けなかったんですよ。行けなくて、まあ、そのままちょっと、翌月ぐらいにちょっと会えたらいいなって思っていたんですけど、割とこう仕事がバタバタしちゃって、今に至るっていうので、じゃあちょっと飲み行きたいなと思って昨日飲みに行ったんですけど、よかったんですよ。やっぱ久しぶりに会ってみるとね、本当に、昔から一緒に仕事してたんで、なんかすごい会ってみると久しぶりに、その考え方とかがすごいやっぱりこう変わってて、こう我ながらなんか、大人になったねみたいなことをちょっと昨日話したんですよ。まさにそうで、やっぱりその環境が、今僕全然もう、お互い全然違う環境にいるんですけど、で、まあそこでこう、やっぱり過ごしてみると、で、久しぶりに会ってみると、やっぱり環境が違うから、やっぱりその考え方とかっていうのもどんどん変わっていくし、で、なんかそういうところで会話をできるっていうのは、僕も話してすごい楽しいし、むしろ僕もわかんないことを教えてもらえるし、なんかそういうこう、久しぶりにこう、会って話すっていうのはやっぱすごい大事なんだなっていうふうに昨日しみじみ思ったわけなんですよ。まあ、そんな昨日でした。前からずお酒は飲みましたけどね。今はお酒飲んでないですよ。今はですね、火曜日の11時2分31、2、33、34、35秒なんで、AM です、AM なんで。何も飲んでないです。コーヒーぐらいしか飲んでないです。全然コーヒーしか飲まないです。まあそんな感じですよ。長々お待たせしましたが、それではお待たせしました。本当にすいません、お待たせしました。そんな感じです、僕の、日常の話は。皆さんはどうですか？昨日何しました？今週末は何するんですか？教えてくださいよ。何かやることあったら教えてくださいよ。僕こんなことします、あったらぜひぜひ、僕の Facebook ページに、投稿してください。よくわかんないけど、テンションがおかしいです。11時 AM から僕のテンションはマジでおかしいです。それでは皆さん、お待たせしました。今週の TJM4.0 ポッドキャストのスタートです。もう始まってますけど。ニッチーズの皆さん、こんばんは。日曜のこの時間、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。このですね、TJM4.0 何をやってるかっていうのを最初に説明をしていきます。まずですね、TJM はですね、とりあえずじじってみた TJM の略です。 4.0 何なのか、昔から僕これやってます。 1.0、2.0、3.0、4.0 っていうことで、何かこう区切りがあるときにそれをこうバージョンアップする、まさにパソコンのようではないかっていうことで勝手に、バージョンとしてやってます。 4.0 はですね、何なのかっていうと、この Facebook ライブをやりながら皆さんとこう会話をしつつ、なおかつ、この会話をしたりとか、収録した音声っていうのをポッドキャストで配信しているっていうものなんですよ。で、なんか今なんかちょっと息の音しちゃいましたけど、なのでもしですね、Facebook ライブ見れない方でも、その後に、配信するポッドキャストありますので、iTunes ストアかな、多分ポッドキャストのやつで、アリケータとか TJM スペース開けて 4.0 を
入力するとこのポッドキャストでもちゃんと聞けるっていう風になってます。ポッドキャストはですね、あの僕の好きな音楽とかをたくさん載せて、バン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 、載せてますので、まだねちょっとあとねオープニングとエンディングの、トークも勝手に僕でやっていますので、先週はね結構飲んでいたので、おでんくんがゲストに登場してくれたりとか、割とですね、あのまあ Facebook ライブはまあこれ皆さんの会話するというところもあるんですけど、ポッドキャストでは割とこうまたちょっと一味ね違った面白さっていうのも楽しめますので、何か作業しながらとかね、料理をしながら聞いてくれたりしてくれる、してくれたりしている人がいるみたいなので、聞き流しにはちょうどいいんじゃないかなと僕は勝手に、思っております。ではですね、早速いきましょう。今日暑かった、東京暑かった、34度ですよ、勘弁してくださいよ。あ、その前にちょっともう喉が渇いたので、今週はですねこれいいっすよ、これカロリー言ってたんですけど、ムーチョアロハということで、めちゃくちゃアロハって何ですか、ありがとうとか結構いろいろあの総称ですよね。これはですね、どこで、作っているんでしょうか。アメリカ合衆国ですね。 5.5% アルコール分、ペレールらしいです。ペレール、僕はペレール大好きなんで、 HPA ペレール、ムチョアロハ、いただきます。暑かったんですよ、やっぱ。あ、岡山も暑かったんですか。暑かったんだ。いい音した、すげえ音。このね、缶のやっぱこの音いいっすよね。もう最高の音です。コーラの音もこれ僕ビールに聞こえちゃうんですよ。でエナジードリンクの缶を開けるとも僕はビールに聞こえちゃうんですよ。あ、いい音したなと勝手に思っちゃうんですけど、それぐらい僕はビールが大好きだってこと。あ、うまい。やっぱペレールが好きです。ペレールが好きっていうことに、この TGM4.0 のポッドキャスト、Facebook ライブを、やって、気づきました。これもね勉強です。なのでやっぱいろんなところ暑かったんだ、いろんなところ暑かったんだ。滋賀県暑い、岡山暑い、名古屋暑い、静岡暑い、練馬暑い。練馬一番暑いぞ、練馬38度だ練馬いつも暑いんですよね、あの盆地だからですよね。だ京都も暑いんですよ。あとね、湿気ね、湿気も勘弁してくれよっていう感じなんですけど、ただね、あのびっくりするのがこんだけ今暑くなってるじゃないですか。暑くなっているんですけれども、僕すごい暑いですけれども、松岡修造をものすごい尊敬しているんですけれども、なんとですね、2016年の前半が終わってから、なんとですよ、台風が1個も発生してないんですよ。台風1号が発生しないんですよ。だまだ1号いないんですよ、台風で。で今そのぐらいあのないんですよ。でですね、6月末でゼロなのはこれ18年ぶりなんですって。もう今7月になりましたけど、でこの統計がある1951年以降からこの統計をしているみたいなんですよ。台風がじゃあどのぐらいねあったんだろうという統計をしているんですけど、このない、今の段階でゼロっていうのは過去なんとたったの2回しかないんですよ。これ結構珍しい年なんですね。でこれ何が、なんていうんですか、影響、なぜゼロなのかというと、あ、今日台風1号来たんだ、はい終わり、あ、じゃあ来ました、はいゼロはいゼロ更新されました、はい次残念、僕ですね、ごめんなさい、日曜日はね、あのごめんなさいね、ほんとすいません、台風1号来たんだ、じゃあ終わりだ、田中さんありがとう日曜日だけでニュース見ないんで、もうなんだ、来たんだ、もうじゃあいいや、こんな話できないよ。じゃあ次行きます。ですね、先週できなかった、天気予報、ざっくり天気予報、今週もやってきました。意外とですね、あの皆さん、あのちょっと気に入ってくれた方もいらっしゃったので、今週からまたあのざっくり天気予報を復活していきたいと思います。まずはですね、今日暑かったな、今日暑かった、東京34度、名古屋32度、大阪33度、やっぱね全国的に暑いです。沖縄33度、札幌いいっすね26度、釧路22度、いいな、羨ましいな、冷房ですよ、今僕冷房つけてるんですけど、羨ましいです。明日からどうなるのかっていうのをいきましょう。気温はね、やっぱりどこも暑いです。そうですね。新潟、釧路、札幌、涼しいです。で、それ以外の場所、暑いです。全部30度超えてます。で、天気はですね、わりかしいいですよ。ただ、曇りのち晴れが多いです。ただ、金沢だけね、金沢だけ雨のち曇りになってるので、他のところは大体曇りです。
なんで割とこうぐずっとした天気じゃないですか。ただ九州の方はわりかしこう晴れているので、沖縄晴れ来た、また来た。では次ですね、火曜日いきます。火曜日はですね、ちょっと天気悪いですね。関東から、東北にかけてですね、まず東京なんですけど、東京はですね曇りのち雨、28度、だから蒸し暑いっすよ。蒸しっとしてイラッとする一番いのつやつですよ。仙台もですね、仙台は雨のち曇り、新潟雨なので傘を持っていきましょう。折りたたみ傘じゃなくて普通の傘を。仙台、東京はですね折りたたみ傘があればいいんじゃないですか。で札幌、釧路は曇りのち晴れです。で、関西の方ですね、東海、近畿、中国、四国、九州あたりはですね、まあ大体晴れです。曇りのち晴れぐらいですね。ただ暑いんだ、気温が30度超えです、どこも。で残る沖縄はやっぱ晴れ。沖縄ね強いですよね。沖縄は強いですね。ジメジメムシムシ嫌ですよ。ではですね、水曜日いきます。水曜日はですね、東京曇り、東京中心に行っちゃいますけど、仙台と、東北、北陸、新潟はですね、わりかし天気悪くなりますね。曇りのち雨が新潟、仙台はですね雨のち曇りなので、そこの地方だけですねちょっと天気悪くなるのは、他はですね、まあ天気いいっす。で、沖縄来ました。沖縄はですね晴れのち曇りです。ただ雨降らないっていうね。ただでもすごいですよ、ちょっとびっくりです。7月7日いきます。7月7日はですね、沖縄は、曇りのち雨です。久しぶりですね。なんで、沖縄に住んでいる方、もしこれ、もしこのですね TGM4.0 聞いている方はですね、7月7日はですね折りたたみ傘持っていった方がいいんじゃないですか。全国的にですね、曇りです。天大体どこも30度超えです。ただ、仙台、新潟、札幌、釧路はですね、30度超えていないので、わりかしまあ涼しいのではないかと。ただ湿度はすげえんじゃないかと。7月8日いきます。金曜日、花金はですね、微妙だ、どこも微妙だ。大体ですね全国的に曇りですね。うん。で、沖縄はですね、沖縄続けて、2日間続けて、曇りのち雨ですということなので、折りたたみ傘持っていきましょう。7月の9日いきます。土曜日です、お休みの日ですね、ちょうどですよ。全国的にですね曇りです。沖縄はですねまたまた、曇りのち雨なんで、7月の7日から9日にかけ、9日にかけてぜひ折りたたみ傘を持っていくことをお勧めしたいです。ちょっと心配しているのが、7月の10日ですね、僕登山行くんですけれども、よかった、雨じゃなくてよかったです。全国的に曇りです。沖縄はですねやっと雨脱出できます。ただ曇りなんで、まあ、どこもちょっとこうね、あの曇りでこうちょっと太陽がお天道さん出ないでちょっとイラッとする感じに、ジメジメっとする感じになりますよ。梅雨明けどうなんですかね、まだじゃないですか。多分ちょいちょいね雨降ったりはするので、まだニュースにはなってないから、おそらくまだ梅雨明けではないような気がするんですけど、もうちょっと梅雨明け後半っぽいですよ。びっくりしますよ。僕ですね朝コーヒーを絶対飲むんですけど、でお昼も飲みますね大体。でちょっとあのコーヒー飲む人います？ニッチーズの皆さん多分大体コーヒー飲むと思うんですけど、って勝手に予測コーヒーうまいじゃないですか。僕コーヒー大好きなんですけど、コーヒーにまつわるちょっと誤解をしているっていう記事があるんですよ。これ面白いですよ。まずね、その誤解をしているその1、コーヒーを飲むと脱水症状になる。なるんですか？これ誤解が結構あるらしいんですけど、まあ、これはですね、なんでかというと、コーヒーの成分である、カフェイン、これにトイレに行きたくなるっていう作用があるから、たくさんトイレに行っちゃうから脱水症状になるんじゃないかっていう説が勝手に広まっちゃっているらしいです。お、息子さんがですね、藤井さんの息子さんがですね、僕の声を聞いて近寄ってきた。こんばんは、どうも。その、誤解その2、コーヒーで酔いが冷める。あ、冷めないんですね。
僕大体ですね、酔っ払ってちょっと二日酔いな時とかコーヒー飲むんですけど、ダメなんだ。大してないらしいですよ。ないらしいです。あ、これでも嬉しいですよ。子供の頃にコーヒーを飲むと眠れなくなるとか背が伸びなくなるって僕言われたんですよ。だから飲まなかったんですけど、これ誤解その3、コーヒーは成長止めるっていうのはこれ誤解だと。別にね、大丈夫らしいです。大丈夫らしいです。で、あれですよ、きっとでもその成長しなくなるっていうのがおそらくコーヒー飲むとやっぱカフェインが効くから眠れなくなる。だから眠れなくなるイコール夜眠れなくなるで成長できなくなるみたいな図式が出来上がっちゃったんじゃないですか。で、これ別に本当に科学的にも特にこれをじゃあコーヒー飲んだからといって背が伸びなくなるとか発達しなくなるとかっていうわけではないらしいです。なので全然お子様にコーヒーをまあどうなんだろうな、でもまあでも夜飲ましちゃダメですよ。僕夜飲まないですから。なんで最後面白いですよ。エスプレッソってすごいこうギュッと凝縮されてると思うじゃないですか。で、普通の要はコーヒーよりもなんかこうカフェイン強いんじゃねえかっていうふうに思うんですけど、それ誤解なんです。で、これなんでかっていうと、実はですね、普通のコーヒーの方が、カフェインは多く含まれているらしいです。これはですね、平均的な料理になるんですけど、平均的なエスプレッソのこのワンショット、これが230ミリ、ごめんなさい、エスプレッソのワンショットと平均的な量のコーヒー1杯がだいたい今230ミリリットル、これを比較すると普通の平均的な量のコーヒーの方がカフェインが多く含まれているらしいです。で、その普通のね、普通のコーヒー1杯にはカフェインがですね、だいたい平均的に言うと 92.5mg 含まれていて、そのエスプレッソワンショットには平均的になんですけど40mg のカフェインが含まれているみたいです。なので普通に、エスプレッソ飲んだらこうバーンなるっていうイメージは確かにありますよ。味濃いですからね。ただそのカフェインの量で言うと、普通のコーヒーの方がたくさんあるんで、別にこうすぐ、今すぐだったらどうだろう、聞くのか分かんないけど、ただでもカフェインの量で言うと普通のコーヒーの方が含まれているので、あれですよ、エスプレッソ飲んだらめっちゃシャキッとするっていう理論はもう嘘ですよ。完全に嘘ですよ。ガチ嘘ですよ。ですって。なんで、明日から生かしてコーヒーを飲んでいきましょう。まとめるとそんな感じです。ビールの話をちょっとしたいんですけど、これ面白いですよ。僕ですね、ビール好きなんですけど、たまに思うんですよ。ビールがね、例えば今普通にお金じゃないですか。お金がこう、要はお金をもらって何かを買うじゃないですか。っていうのが普通なんですけど、昔、すごい昔です。超大昔。5000年前にはですね、なんと、給与明細から給料がビールだったっていうことが、これは記事になっているんですよ。で、これはですね、古代メソポタミアの都市ウルクっていうところが、そこのイラク南部から約5000年前に使われていたと見られる石板が発掘されたみたいです。で、ここに書いてあったのが、その給与明細がなんか載っていたらしいんですよ、この石板に。で、そこの給与明細になんと、ビールを給料として払っていたっていうのがあったらしいですよ。なんですごいことですか。ビールがね、普通に給料で払われるって僕的には結構嬉しいんですけど、この面白いのが、このビール賃金っていうのが、メソポタミア文明っていうのがあったらしいんですね。で、実はですね、古代エジプト時代でそのピラミッドを作っていた人たち、労働者たちもですね、なんと1日あたりに4から5リットルのビールが振る舞われていたという記録が残っている。これは嬉しいですよ。たくさん飲みますからね。ただ飲みすぎてどうなんですかね。仕事終わった後だったら気持ちよく飲めるけど、4リットルから5リットルって言ったら結構な量ですからね。結構な量ですからね。ただでも、僕的には正直言うと、もう本当に正直言うと、もう金じゃなくてビールでいいよっていうところは若干あります。
何かあった時にね、あのビールじゃあワンケースでいいよみたいな、じゃあこの仕事するんだったらじゃあビールそうっすね、まあ樽 2,3 個もらったら全然いいっすよみたいな。それでね、だって普通にビール買うよりもいいじゃないですか。明らかにもう僕は嬉しいので、何かあったら皆さんあのビールにしましょう。あの対価は TGM4.0 次いきます。次はですね、もう上半期、ごめんなさい、上半期じゃないですね、上半期か、早いですね。上半期過ぎちゃいましたよ。もうですよ。もう今7月入ったっていうことで、もう下半期突入しましたよ。なので、Google がですね、2016年上半期の検索ランキングを発表しました。面白いですよ。面白いですよ。やっぱ、みんな検索するんだ。1位はですね、急上昇ランキング。ザクッと言っていきますけど、急上昇ランキングの第1位はですね、ベッキー。ベッキー。何か心当たりはありますか？話題のニュース1位はですね、熊本地震。まあそうですよね、気になりますから。確かに確かにね、総合ランキング国内で一番検索されたワード、これはですね、夏休みの旅行先なんですけど、沖縄ですよ。やっぱ沖縄みんな行きたくなるんですね。だって今沖縄晴れていますからね、晴れていますから、やっぱ行きたくなりますよ。海外第1位ハワイですって。ハワイ 5O ですよ。やっぱね、沖縄もハワイもそうなんですけど、あったかいところにやっぱ行きたくなるんですよね。天気良くて、海行けて、海見れて、なんかビール一杯バー飲んでみたいな、やっぱところにみんな行きたくなるんでしょうかね。まあそんなところですよ、そんなところですよ、絶対そんなところですよ。ただこれでもあれなんですね、あの本当にそう、ニッチーズの登場ランキング1位は舛添さんなんですよ。これは間違いない。マサルさんの意見間違いない。やっぱあれでも、これ逆に載ってないんですよね。急上昇ランキングには。でも日数が足りなかったのかな、もしかしたら。っていうところもあるのかもしれないんですけど、上半期の検索ランキング、急上昇ランキング第1位はベッキー。話題のニュースは、熊本地震。そして、国内のランキングは、1位沖縄。で1位海外はハワイ。なんかあんま変わんなさそうですね、ここら辺のこの国内海外の旅行ランキングっていうのは。なんかそんな気はします。なんか定番であってほしいですけど、ハワイはだって天気いいですからね、めちゃくちゃ。次はね、全然違う話をしていきましょう。あれですよ、あのちょっと TGM でもですね、先週から取り上げている、イギリスの離脱の、ユーロ離脱の問題です。割りかしちょっとあれです。あ、藤井さん、じゃあまた後で。あの意外とね、ちょっと結構まだまだあのいろいろ今週もですね動きがあったので、ちょっとババッとまとめていきたいんですけど、まずはですね、イギリスがですね、ブリテインっていうんですけど、これがですね、イギリスがユーロ抜けたっていうことで、今このよく多分皆さんも聞いてると思うんですけど、このブレグジット、このブリテインと、離脱イグジット、でブリテインイグジット、ブリグジット、ブレグジットなんていう造語ができちゃったみたいですね。ちなみに他にはですね、リグレット、後悔するっていうことと、このブリテインっていうのを足してブリグレットですって。なんかいろいろ言葉できちゃいますね。まあそんな感じですよ。なのでブレグジットとか、なんかブレグリットとか言っときゃ結構いいですよ。で、まあ、あの先週も話したんですけど、じゃあ今後僕たちに対してどういう影響が出ていくのかっていうのをですね、またまたですね、あのアップルの アップルが発表した時 あのまとめてくれた、ギュッと凝縮してくれたライフハッカーっていうところがですね、すごくいい記事を上げてて、2分でわかる、イギリス国民離脱の、私たちへの影響で、3つポイントあります。どうなるんだ、まずはですね、まあ、先週もでもこれ言ったんですけど、日本の物価が下がって僕ら一般消費者は、消費が楽になる可能性が高いと。株式、2つ目です。株式外貨の売買は相場が落ち着くのを待つ。今ね、まあ、危ないですからね、今不安定ですからね、まあ、どのぐらい不安定なのかちょっとよく分かんないですけど、3つ目、イギリスのユーロ離脱は世界的な金融市場の不安定化を招く可能性も。なので、基本的にそのなんか経済関係で言ったら、ちょっとこう今ふわふわしていて危ないというか、安定はしていない。なのでまとめるとこんな感じらしいです。面白いですよ。でその先週、あのなんでこう当日になったらその天気が悪いとかっていう話もちょっとしたじゃないですか。でやっぱね、やっぱあれなんですよ、今
そのもう一回国民投票をやり直そうっていうオンラインで、そういう動きが起こってるんですよ。でそれに対してそのじゃあオンラインでもう一回あの国民投票し直しましょうよっていう、署名がですねなんと270万人も、6月の26日に、集まっているんです。なのでやっぱりねもう一回ちゃんと白黒はっきりつけようよと。天気悪かったからやっぱもう一回やっとこうよっていうことで、あの多分ねなんか、まあ、そういう動きも出ているんですけど、結局投票のやり直しはその後にですね320万人を超えているということなんで、やっぱちょっとこう投票しておこうよみたいなところはあるんですけど、ただこれから、まあ、全然これそのイギリス国内の話になるんですけど、ごめんなさい、その残留をしようっていう署名が起こっているところはロンドン、ケンブリッジで、そこです。そこがやっぱりこう残留しようよっていうことで下へがってるみたいです。大変ですよね。だって確かに、でもどうなっでも結局だとこれでも、ね、その後に、記事が上がってるんですけど、でそのオンラインで国民投票していこうっていう話をしていたんですけど、これ残念ですよ。でこの300、さっき320万票って言いましたけど、一部の署名がコンピュータープログラムを使って入力されていたことが分かったと、BBC が記事を載せています。だからちょっとこの数字自体が、6月28日の時点では370万人以上が再投票に署名しているんですけど、この370万人っていう数字が実際には人間ではない可能性があるので、この数字ちょっと怪しいんじゃねえかっていうことで、結局、再投票自体はなくなるんじゃないんですか、ただそんな、ブレグリットで後悔している人たちがいるんですけど、イギリス国内でですねなんと、アイルランドのパスポートを取ろうっていう人たちが結構多いらしいです。でこれなんでかっていうと、あのアイルランドのパスポートを、取得すると、EU の市民権が得られるらしいんですよ。でしかもこれ面白いのが、北アイルランド市民はなんと、北アイルランドの人たちはですねアイルランドとイギリスの両方のパスポートを保有できるっていうことなんで、美味しい鳥ですよ。でどっちにも動けるっていうことなんで、何かあったらね。なのでわりかし今このイギリスではアイルランドのパスポートを取るっていうのが流行っているというか必要になってきているらしいです。インターネットは面白いですよ。でこのブレグジットに対してまあ、いろいろ話題になっていますけど、そのさっきの流行語もできましたということで、これねそこに合わせてすぐこういうウェブサイト作る人がいるんですね。エスケープザブレグジットっていうウェブサイトもできてるんですよ。でこれ何かっていうと、もうイギリスやばくなるよねっていうことで、イギリスのその離脱を受けてイギリス国民に対してその新しい移民先を提案してくれるウェブサービスがもう出来上がってるんですよ。本当早いですよね。でこれはですね、その各、例えばですね、このベルリンとか、ドイツベルリン、フロリダマイアミとか、アメリカね、ロサンゼルスとか、いろんなこの各国の、経済状況とか、そのインターネットの大体その平均値とかを、実際出してくれているところがあるんですけれども、結構これもう本当、もう、めっちゃ便乗していますけど、ただ、まあ、便利ですよね、本当に。で、これ、すごいのが、これ、まずベルリンを見ていくと、天気とかもちゃんと出してくれているんですよ。で、そこに住むための生活費用とか、楽しさとか、あと安全度、治安度、その治安の良さとかっていうのもまとめてくれていて、結構いろんな国あるんですけど、タイもありますよ。バンコクもあるし、いろんな本当世界中の国です。韓国もありますし、日本も多分出てくるんじゃないのかな。今これちょっと見ているんですけど、日本も出てきましたね。日本のね、今天気はやっぱね、半分ぐらいの悪さですね。ただ、各国の都市の情報をまとめてくれているので、まさに今この時期に便乗しているサービスですけど、非常に役が立ちます。でさっきそのブレグジットっていうふうに言いましたけど、やっぱりねそのイギリスの有名な方、
やっぱね、その今回のことに対して結構そのどう思うとかっていうのをツイッターで結構発言をしているんですけど、まずはですね、ハリーポッターの、作者である J.K. ローリングはですね、今回の、ブレグジットに対してですね、魔法を持っても、魔法をもっと止めるも、ま、ごめんなさい、すいません、魔法をもっと求めることになるなんて思いもしなかった、魔法を持ってじゃないのかな、これちょっと誤字かな、スコットランド独立を目指すでしょう、デイビッド・キャメロン首相の功績は2つの連合に分割したことになるわ、離脱も分裂もどちらも起こらなくてもいいものだったのに、とコメントを残しています。あとなんだろうな、ミュージシャンの大半はですね、残留を支持していたみたいです。だって残留しないとね、音楽関係とか結構ね、ユーロのそのなんか関係とかいろいろあるんじゃないですか、なんかコラボとかわかんないけど、なんかそういう部分でのお金のやり取りとか出てきたりするんじゃないですか。だからミュージシャンは残ってほしかったんですよ。 J.K. ローリングもそういう風に言っています。ビールがうまい。ただですね、これすごい、そのさっきのあのウェブサイトの話をしたじゃないですか、便乗しているなと、まさにそうですよ。でまさにそう僕も思った、僕は思うんですけど、フランスがですね、今それですごい便乗してるんですよ。ここで来るかと、フランスがですね、フランスの、極右として知られる南部ベジエはですね、ベジエの、ロベール・メナールさん、メナール市長ですね、さんですね、彼はですね、なんとこれを今回のそのイギリスのユーロ離脱を機に、英語ももう使うのやめようよっていうことをユーロで、それをですねツイッターに投稿しているみたいなんです。で、極左政党の、左翼党を率いる、ジャンリュック・メランションさんもですね、英語は、ヨーロッパ議会の、第三公用語にもなれないということで、今この時期に超便乗していますよ。もうフランス語を使おうよと、なんだったらもうフランスが主導になる、なろうよ。まあでもそうですね、確かにあのフランスとドイツがこう結構意見、あの発言力強いイメージがありますからね、まあ、ただここで言わなくてもいいんじゃねえかなってちょっと思いました。で僕ちょっと気になったんですよ、じゃあ今どんだけフランス語喋られてるんだと、その国内、あと世界中で、ね、今ちょっと調べてみると意外とこれ面白いんですよ。そのじゃあフランス語を使おうよっていう動きになっているんですけど、じゃあ実際にそのじゃあ世界中で、どの言語がまず一番喋られているのかと、まず1位はですね、イギリス英語ですね、 17.5億人です、これはまあ統計方法によって若干の違いはあるみたいなんですけど、2位はですね中国語、まあ人数多いですからね、もともと。3位はですねヒンディー語、7億人。4位はですね、スペイン語、4.2 億人。5位はロシア語、2.7 億人。6位に来るんですよ。やっと6位に来ます。6位にフランス語が 2.2 億人っていうことなんで、どうなんでしょうかね。どうなんでしょう。6位ですよ。まあ日本とかすげえ下なんでしょうけどね。日本語レアですよ。絶対すごい下ですけど、どうなんですかね。フランス語、だって6位な言葉を、6位の言葉をそのね、イギリスユーロのやつに変えようっつったら、みんなフランス語勉強しないと難しいですよ。なんかもうフランス語のなんかこう、あ、これドイツ語っぽいですね。なんかこう常になんかどうしたのみたいな、なんでそうなるのみたいな、ちょっとこうありますけど、まあ、日本語もねきっとあの海外の方からするとそういう風に思われているかもしれないんですけどね。まあまあまあそうです。ただこれ残念なのが、その今そのブレグジットっていうのに対して、もうイギリスも完全に離脱しようっていうのになるじゃないですか。でそこに合わせてやっぱり今その移民がたくさん増えているみたいなんですって。でその移民がですね、ポーランドの人が一番多くて 85.3 万人もいるみたいです。で次にインド、アイルランド、パキスタン、ルーマニアで、今ですね、あのこの離脱するっていうことなん でその彼ら移民の人たちを追い出していこうじゃないかっていうことの動きが広がってきちゃっているみたいで、そのポーランド系の施設にはその落書きがされちゃっているらしいですよ。
これ良くないな。でもこういうのは良くなくないですか。この機に乗じて、まあもちろん多分いろいろ大変だと思うんですけど、なんかこういう風にするのって良くないんじゃないかなっていう風に思いますけどね。だから残留すれば良かったんじゃないかなっていう意見を出す人も多分いると思うんですけどね。ただなんか残念ですけどね。まあ移民の人数はやっぱり増え続けているみたいなので、まあそこでちょっとなるんだ。どうなんですかね。わかんないですけど。わかんないですよ。日本もね、島国だし、今後、思ったんですよ。最近、東京、今日僕、浅草行ったんですけど、浅草にもですね、すごい、観光客の人たちがたくさんいて、海外から来た人たちがたくさんいて、で、その後に銀座も行ったし、表参道も行ったし、なんだったら昨日とかも普通に電車乗ってて、家帰るときに、周りをパッと見渡したら、やっぱり海外の人たちがすごい多いんですよ。今は観光客だから、海外に来て、日本に来て、こう、楽しいじゃないですか。で、まあ、そのうち多分日本がすごいじゃあ気に入ったら、まあ、今後じゃあ住みたいとかっていう、やっぱ思いも出てくるじゃないですか、きっと。で、そうなると、まあ、日本って、やっぱりこう、まあ、周囲にこう、その海外の人がいると、やっぱりこう、あ、外人だみたいな感じで言うじゃないですか。で、なんだったらちょっとこう、英語とか別の国の言葉がするだけで、なんかちょっとやっぱ気になるじゃないですか。で、今日本って多分そのぐらいこう、まだまだ移民っていう言葉自体が本当にないじゃないですか。だから高島さん、いってらっしゃいませ。お出かけいってらっしゃいませ。なんでなんかそういう部分ではまだまだ日本ってきっとこれから増えていった時に、まあ、仕事もそうだし、まあ、そういう部分でなんかこうどういう風に日本になるのかなっていうのは結構気になりませんか。僕は気になります。なんで、なんかその、今はイギリスはそういう風になってるから、どんどん増えてって、で、じゃあもうイギリス、まあ、ユーロ抜けようっていうことで、今回のユーロ抜けるんですけど、まあ日本別にそういうユーロとか、全然まあそういうところじゃないけど、どうなるんですかね。ちょっと気になりますけど。でもまあ、いや、ちょっと気になりますけどね。でですね、まあ、その後ですよ。その後がやっぱすごい、びっくりしたのが、あれですよ。ちょっとすいませんね。ババッと話していきたいんですけど。で、キャメロン首相キャメロン首相がですね、辞任を表明したじゃないですか。で、その後にですね、ジョンソンさん、前ロンドン市長、メイ、内閣総理大臣ですかね。メイさん、ゴーブさん、オズボーンさん。今ですね、4人、その後にですね、次期首相争いに対してこう立候補したんですけど、なんと、先週も話したそのジョンソンさん、前ロンドン市長がですね、俺は、もう、なりませんと。イギリスの次期首相にはなりませんと発表をしたんですよ。で、彼結構、まあ、先週も話したんですけど、わりかしこうね、結構すごいサポートしてて、その離脱するっていう運動に対して。で、まあ、彼、そのジョンソンさんはですね、結構人気があったから、彼がもしかしたら次期首相になるんじゃないかっていうふうになっていったんですけど、急遽というか、いきなりですよ。私はやりませんと言ったのが、僕結構これびっくりして、なったら面白くなるんじゃないかな。トランプさんみたいな感じの、まあ、いい感じの方だと思うんですけど、なるんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけど、彼はですね、やらないんですよ。やらなくなっちゃって、出馬しなくなっちゃったんですよ。で、これ、さっき言ったそのゴーブさんいたじゃないですか。で、彼がですね、離脱派なんですけど、で、彼と組んでいたらしいんですね。で、ちょっとこれごめんなさいね、読んでいくと、30日の時に、まずはですね、そのジョンソンさんが、私は、ごめんなさい、失礼しました。30日に、マイケル・ゴーブさんがですね、立候補したんですよ、いきなり立候補したんです、俺やりますと。で、彼をその一緒になんかそのサポート側に回っていたらしいんですね。ボリス・ジョンソンさんをサポートしていたらしいんですよ。で、キャンペーンを進めていたんですけど、で、そこで、まあ、23、まあ普通、
なんていうんですか、そのジョンソンさん的にはまあ僕がね、あの次期首相になりますよみたいな感じで動きを取っていったんですけど、いきなりそこで30日に、いや俺もやりますと、俺もサポートしたけどもうやっぱ表舞台に立ちますとっていうことで、マイケル・ゴーブさんがいきなりここに来てやったらしいです。なんでこれある意味こう反乱というかね、まあ、裏切りっつっちゃ悪いけど、あのそういうことですよ、そういうことですよ。でそれに対してジョンソンさんはですね、もうじゃあ俺じゃあもういいっすっていうことで諦めちゃったやめちゃったみたいなって。でイギリスではですね、じゃあ今後あの誰がメインになってくるのかっていう、今ですね、今現段階で言うとイギリスの首相に対してその出馬をしている人たちっていうのが全部で5人いるんですよ。5人いるんですよ。テリーザ・メイさん、さっきの人ですね。彼女はですね、移民問題に対して厳しい姿勢を出していこうと、首相になれば離脱担当省を設置する。マイケル・ゴーブさん、福祉など重要な国内政策は EU ではなくイギリスで政策を、彼は離脱派ですね。ただ面白いのがそのさっきのテリーザ・メイさんはですね、残留派なんですよ。残留派だったのに出ると。残留派がね、もう一人いるんですよ。ステファン・クラブスさん、移民の抑制は必要。その後のですね、離脱派2人いるんですけど、リアム・フォックスさん、単一市場へのアクセスには人々の自由な移動は必要。離脱はもう一人います。アンドレア・レッドソム・エネルギーあ、ごめんなさい、アンドレア・レッドソムさん、エネルギー担当、外閣層ですって。 EU から離脱する好機を生かすべき。で今どうなってんのっていうと、この、マイケル・ゴーブさんとテリーザ・メイさんが、熱いが結構有力なんじゃないかっていうことなんで、まあ、まさしくあれですよ、今まあアメリカで例えると、まあ性格は全然違いますけど、トランプ VS クリントンっていう感じじゃないですか。なんでまあおそらくこのどちらかが、なるんじゃないのかと思われているみたいです。そんな、トランプ VS、クリントンっていうことで、次はですねアメリカの大統領選挙に関する話をパパッとしてきたんですけど、6月の24日にですね、バーニー・サンダース上院議員はですね、ヒラリー・クリントンの支持すると意向を示しました。 MSNBC テレビでこれは申したんですけど、申したで、11月の本選挙でクリントンに投票するかと問われて、サンダースさんはイエスだ、イエス、I will と言いました。すごいですよね。でもこれすごくないですか。日本だとこういう風にあなた誰に投票しますかなんてなかなか言えないじゃないですかこれ普通にテレビで言っちゃうんですね。で普通に答えちゃうんですね。これはなんかやっぱ全然日本とは違いますね、その観点が。そんな選挙データの話をしていきましょう。世論調査をですね、いろんなメディアがしているんですけど、ヒラリー・クリントンさんの方がいいか、もしくは、ドナルド・トランプさんの方がいいかっていう支持率をですね、いろんなメディアが調査しているんですけれども、ワシントン・ポスト、クリントンさん支持率 51%、 トランプさん 39% と、クリントン氏の圧勝。ウォール・ストリート・ジャーナル、クリントンさん 46%、 トランプさん 41%。 あらららら。次はですね、他のところで行くと、WPABC の調査では、クリントンさんは大統領にふさわしい資質があると答えた人が 61% を占める一方、トランプさんはふさわしくないとの回答が 64%。 そうですね、敗北。まあどうなるんですかね、まあ、今後どうなるんですかね。今のところ世論調査ではそんな感じみたいです、アメリカでは。で次はですね、都知事選の話をちょっとして都知事の話をしていきましょう。僕結構気になります。今どうなってくるんだと、今後頼むよと本当に。で現段階で、ザクッと言っていくと、出馬に前向きな人っていうのが、小池さん、まあ、ちょっと出します。
だとかいるんですけど、結構慎重になっているのがやっぱり桜井さんなんですよね。桜井前総務次官、彼はですね結構もう断固として出ないっていうふうに言っているんですけど、言っているんですけど、ここまで言って出ない出ないっていう、いきなりドタマになって出てサプライズ投票みたいなところも聞いてあるんでしょうね。今のところやっぱこうせやってる人たちがちゃんとこう立候補しているとか、なかなかこうまだ現状いないじゃないですか。で多分今その参議院選挙も合わせてやってるから、こういきなりこうダブルでやっぱりこうなかなかこう表立って動けないから、全員こう出ない、できない出て、あで、おら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 、はい、私みたいな感じになっていくのは間違いないじゃないですか。そんな、そんな都知事選なんですけど、6月29日にですね、小池百合子元防衛省だってますか、確認させてください。防衛省ですね。そうです。ごめんなさい。防衛省でした。失礼いたしました。防衛省でした。大変失礼しました。防衛省です。小池百合子元防衛省。さっきのそこは内閣省か。失礼しました。本当に失礼しました。小池百合子防衛省、元防衛省がですね、29日に、私やりますと。でこれ結構そのいろんなところの政治を振り切って出馬を表明しているので、割と結構サポートがちゃんと受けられないまま、こういきなりもう出るって言っちゃったん で彼女がもし、都知事になったら東京で初めての女性知事になるみたいです。で彼女もそれを目指しているみたいなんです。で、まあ、立候補したいっていうところでやったんですけど、ただその周りとしてはなんかそのいきなりここのタイミングでこう今こう言わなくても、もうちょっと待って、なんかこうね、今忙しいじゃないだからっていうのをでやられても困るっていうのが周りの意見みたいです。彼女ですね、元ニュースキャスターだったみたいですよ。現在年齢を言うのやめておきましょう、めんどくさいので。カイロ大学卒業、テレビ東京のニュース番組、あ、ワールドビジネスサテライトの初代キャスターなどを得て参議院議員に当選。その後、参議院に鞍替えして、これまでに環境省や防衛省、自民党の総務会長などを歴任した。環境省時代にはクールビズの、役割を担った。へぇ。はあ、みたいですよ。なわりかしこうまあまあまあ、 精力的にいろんな活動をしているんですけれども、まあ、ただちょっとこうフライング気味な、ところになっちゃっているのじゃないかっていうのが、全体的な意見であっていますか。きっとそんな気がします。次はですね、参議院選挙の話をしていきましょう。今日ねすごかったですよ。東京銀座はですね、なんかすごいやってましたよ。もう道塞いでバンバン話していましたよ。びっくりしました。でただね、その後にびっくりした話していいですか。僕その後渋谷行ったんですよ。で渋谷に行った時に、なんかこうテレビの人たちが多いなと思って、こうカメラ持っている人たち、メディアがすげえ多いなと思って、こう誰がいるんだろうっていうふうに思ったら、あれ、あの黒い人はって思ってパッて見たら、あの小沢一郎さんがいたんですよ。黒かった。それにしてもどんだけ黒いんだと、どんだけ焼いてんのかな、どんだけ焼いてんのか超気になるんですけど、どんだけ焼いてんの、すごい気になったんですよ。で、ただ、別に小沢一郎さんはですね、全然それ関係なくて、今回ですね、その、生活の党と、山本太郎と仲間たち、青木愛さんを、支援するために、彼はですね、渋谷に一緒に、繰り広げていたっていうことなんですけど、結構ね、びっくりしますよ、やっぱ。小沢一郎さん普通に歩いてると、あ、俺普通にすごい至近距離だったんですけど、ああっていうだけっていう、なんかでも握手するっていうのもなんかよくわかんないから、タレントでもないじゃないですか。なんでもう本当にああって普通にちょっと驚いていたっていう話です。そんな話です。なんで東京はもうバリバリ動いてますよ。期日前投票、皆さんのところにも来てますか。僕のところにも来ました。7月の10日にですね、投開票が行われるんですけど、
期日前投票っていうのがあるんですよ。でこれですね、あの4月の10日にそのじゃあ実際投票しに行く、でただ10日忙しいからちょっと無理っていう人が、事前に行けるやつなんですけど、これねやっぱ人数増えてるみたいなんですよ。ちょっとずつ増えてきていて、投票日の14日前の投票者数、これですね総務省が発表しているんですけど、181万人で、これはですね2013年の参院選よりも8割増えているということなんで、まあ、制度がちゃんとね定着しているので、あの選挙もしやすくなっていくんじゃないかっていうところもちゃんと残っているみたいですですです。学生の動きを結構見ると面白くないですか。あの今年から始まるじゃないですか、18歳から選挙できますけど、あの結構その4月10日に実際選挙するってなるとどうしていくんだっていうのも気になる。じゃあ当日ねなんかいろんなイベントがあるとか、その学校の行事があるとかっていうので、あの文化祭とかがある学校もやっぱあるらしいんですよ、4月10日に。そういうのはあの一旦中抜けして投票してくださいっていう風になっているみたいです。甲子園の予選もそうなんですけど OK なんですよ。なんか多分試合打ちながらじゃないですか、こう一本こうバット、よしじゃあ俺ホームラン打ったから投票してきますよなんつってね、でまた帰ってくるみたいな。まあさすがにそこまでやらないかなんであの途中ね一旦中抜けをして投票してくださいっていう風に学校も働きかけているみたいなんで、ただもしこの TGM4.0 ポッドキャスト聞いている高校生の方いたらダメですよ。中抜けしてあの投票するじゃないですか、でその間時間潰してどっかの喫茶店行くとかどっかのレストラン行ってなんかダラダラするとかっていうのは良くないですよ。ダメですよ、そういうチョンボしたらダメですよ。絶対するから、絶対誰かするから、絶対やるから、そういうところに絶対やるから、絶対そういうことする子いるから、間違いないです。かけます、お金かけるぐらい間違いないと思います、間違いないと思います。なんでまあ、今若干こそもじゃ あのいろんなところで参議院選挙の話に戻りますけど、結構まあ政党がいろんなことをやるっていうふうに言ってるじゃないですか。で、まあ、ざくっとちょっとやっぱ言っていきたいんですけど、やっぱり、気になるところ、まずはですねその憲法改正をめぐる、各党の候補者のスタンスっていうのがやっぱあるみたいなんですね。憲法変えましょうっていうところに対して、積極的なところは、心の党、大阪維新ですね、自民党、公明党、ところあと改革の党とかっていうところは、これから憲法をガンガン変えていきましょう。でそれに対して消極的なのが民進党、共産党、生活と社民党は改正すべきではないというところなので、なんかそこら辺を見てね、今後じゃあどういうふうにいろいろ新しく変えていくのか、それとも変えていかないのかっていうところを見ながら投票にこう何か判断になったらいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、あとは各々多分調べて考えて投票するっていうのがやっぱり一番いいんじゃないですか。いろんな意見を踏まえた上で、まあ、この TGM4.0 のポッドキャストのを聞いてくれて、Facebook のライブも聞いてくれて、ちょっとこう考えてくれたらそれはそれで嬉しいし、ただじゃあここに投票しろとかっていうのは本当にもうそれはもう良くないですよ。なんでそこで一切やるつもりないので、ね、なのでそういうところは安心してそれやりだしたらよくわかんなくなっちゃうなんで聞いてくださいっていうのはあるので、なので、まあ、そういう意味ではそのまあ選挙のこういうところが今こうなってんだねとかっていうのを、まあこれからもねなんかこういろいろ話していけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。だからこれちょっと個人的にですね、ちょっと年金の話をちょっとしたいんですけど、やっぱねその年金に対してその高齢者予算とかまあいろいろありますよ、高齢者予算ですよ。そこに対してですね、40代以上、これアンケート、日経新聞がアンケートを取っているんですけど、40代以上はやっぱりその現状維持してくださいと。で、30代のみですね、ちょっと予算削減した方がいいんじゃないのっていう。で、これはやっぱ世代間の多分認識じゃないですか、な気がしますよ。だから、まあ、それはそうっすよ。どこにこう、それぞれの世代によっては多分意見全然違いますから。なんで、でもこのアンケート結構やっぱ見た時に、まあ、僕30代なんで確かに僕もそこの意見には入るのかなっていうのを思いました。正直ただでもやっぱりまあ、それ一意見なんですけど、やっぱり年代によっては全然やっぱ違うはずだろうなっていうのは本当に思うんですよ。でそれってやっぱその自分たちにこう直に来るじゃないですか。
だからそこの部分で年代によってあこんなに違うんだっていうのは結構ねこのデータを見てみると面白かったですよ。なんで、まあ、選挙に関する話はこんな感じで終わりでございます。ただちょっとあれびっくりですね、18歳から、裁判官制度っていうか、ちょっとごめんなさい一瞬すいません、ちょっと検索データ消えちゃったんですけど、裁判官ではないですよね。何でしたっけ、あすごいド忘れ陪審員かな、陪審員制度だっけ、多分18歳選挙陪審員でいけるのかな。そう、引き継がいに合わせて18歳も陪審員制度にしてみてはどうかだっけな、ちょっとすげえ悔しいな、ごめんなさい、ちょっとこのね記事を消しちゃったので、ちょっとまた今度時間、うわ超悔しい、まあいいや、すいません失礼しました。なんで忘れてください完全に、そう、あそう、うんのさんマジありがとう、うんのさんありがとう、うんのさん本当ありがとう、あなた神だ、 TJM4.0 の神だ、そう裁判員制度ですよ、裁判員制度ね、いや本当に申し訳ないです失礼しました。でこれも18歳に引き下げた方がいいんじゃないかっていうなんかちょっと記事を見つけたんですけど、いやーどう思います、僕正直個人的な意見ですよ、良くないだろうなってちょっと思ったんですよ。でっていうのもやっぱまだそこまでやるっていいのって思っちゃって、でもともとだってその18歳に引き下げてその票を増やそうっていうのが目的だったはずなんですよきっと。なのでなんかそこに関してこう要はね裁判員制度とかもそこまでやんなくていいんじゃないかなというふうに思います。純粋に票を増やしたかっただけだから、そこまでやんなくてもいいな、やりすぎちょっとやりすぎだと思います、本当にやりすぎだと思います。なんで個人的な意見で言うと別に年齢がその若いからとかっていうのも言いたくはないんですけど、ただちょっと18歳には早いんじゃないかなっていうのは本当に僕の意見です。ちょっと早いと、早い、っていうのが結構これびっくりしました。皆さんどう思います、裁判員制度に対して賛成します、18歳でに引き下げちゃっていいと思います、それとも良くないと思いますか、ぜひ、この Facebook ライブのコメントにコメントできるのでコメントしてみてください。賛成ですか反対ですか教えてください。いやーではですね、もう時間結構少なくなってきたんですけど、来週見ておきたい映画、これね本当にマジ本当におすすめです、本当におすすめなんですけど、ビル・カニンガム・ニュー・アンド・ニューヨークっていうドキュメンタリーの映画があるんですけど、これですねビル・カニンガムさんっていう、ファッションフォトグラファーをずっとニューヨークでやっていたんですけど、で彼はですねもう50年近くにわたってニューヨークのいろんな人たちでセレブの写真は絶対撮らないらしいんですよ。まあセレブもたまに撮るんですけど、その極力というかその普通のそのスナップショットを撮りたいっていうので、すごい精力的に活動していた人がいたんですけど、87歳にして亡くなっちゃったんですよ、超残念。脳卒中で入院していたんですけど、亡くなってしまいました。でこの本当に僕ですねネットフリックスでその今もう見れるんですよ、ビル・カニンガム・ニューヨークで、いつだっけな、本当半年ぐらい 2,3 ヶ月ぐらい前かな、このビル・カニンガムのドキュメンタリー見て、本当にねすごい純粋なんですよ。いやもう本当にファッションが好きだから、でそのカメラも別にカメラなんて何でもいいから、でカメラは本当にその記録するためのツールでしかないから、そういうの撮れたら何でもいいんだよねとかって言ったりして、でそれこそそのお昼ご飯とかも
こうなんか仕事が忙しくなる、ちょっとネタバレになるんですけど、ちょっとワンシーンがあるんですけど、でなんかもう飯そろそろ食い行きませんかみたいな、お腹空いたんですけどみたいなことを言うんですけど、でそのビル・カニンガムさんが何言ったかっていうと、お前バカ野郎、飯なんか食ってる場合じゃねえだろ、今仕事しないとダメなんだよっていう、すごい仕事熱心な人なんですよ、本当に本当に。でこれちょっと本当にあのニッチーズの皆さんちょっと見てみてください。これねめちゃくちゃいいドキュメンタリーの映画で、でこれ見るとあの僕結構やっぱショックだったんですよ、ビル・カニンガムさんが亡くなっちゃったことに対して本当にショックで、あのそれこそあの将来僕ちょっと個人的に目標にしているのが、そのニューヨークに行ってみたいなっていうのを目標にしているんですけど、でその時にビル・カニンガムさんをどっかでニューヨークで発見したいなっていう思いがあったんですけど、ちょっと残念ながら、もうそれが叶わなくなってしまったので、あの結構個人的にはあの結構悲しいんですよね。ストリートファッションの写真をたくさん撮っていた人が、で今回はですね、あの今回の Facebook ライブの、タイトルはですね、彼はもう本当に彼こそニューヨーカーだっていうタイトルにしたんですけど、すごいんですよ本当に。あの住むところとかもね、もう、まあ、ドキュメンタリーが本当見てください。これね本当めちゃくちゃいいですから。でこれ見ると本当にもうねいいんですよ。こんなに仕事熱心というか、仕事が大好きで自分のやってることを愛してて、でそんな人が亡くなっちゃったっていうのが結構悲しくて、悲しいです。残念。結構テンション下がりますけど、ちょっともしねぜひ見てください。ぜひ見てくださいよ、お願いしますよめちゃめちゃいい映画なんで、なんで僕がじゃあ結構そこまでここまで悲しむかっていうのも、あのこれ見てもらったら本当にあの分かってもらえると思うので、お願いしますいい映画なんで、でめちゃくちゃかっこいい、本当にかっこいい人なんで、ぜひ見てみてください。もうそろそろ時間近くなってきましたけど、明日の朝から聴いてみたい音楽、最近ですね CM を見ていたら、何の CM かちょっと忘れちゃったんですけど、あ久しぶりにこの声が聞けたと、ラブサイケデリコの、This Moment っていう曲がですね今ですね、発売されているんですけど、あのラブサイケデリコ僕大好きなんですよ。で昔の、ホテルヴィーナスっていう映画、草薙剛さんですかね、映画があったんですけど、でその時に、ラブサイケデリコが、歌ってたんですよ。でそれで、あこんな それが結構初めてで、その時にあこんなにかっこいい恋をしている人がいるんだと、女性で、それこそ加藤登紀子さんと同じぐらいこうなんか突き抜けてるんですよ、その声のかっこよさっていうのが。これ結構びっくりしたんで、あのめっちゃかっこいいんですよ、めっちゃかっこいいんですよ。なんであの今週の明日の朝から聴いてみたい音楽は、ラブサイケデリコの This Moment、 これねすごいですよ、なんかね爽やかになります。で朝じゃなくてもいいんですけど、なんか仕事終わりにこう会社からあのこう会社から歩く時あるじゃないですか。いやそういう時にこの曲聴くと、なんかこう晴れ晴れします。なんかすごい嫌なことあったけど、この曲聴くと、まあじゃあいっかみたいな、もうなんかあったけどもういろいろめんどくさいよなみたいな感じ、まあまあいっかみたいな感じになるんで、あの僕結構ね聴きます。イラッとする時にこの曲聴くと、まあいっかみたいな感じになんかなっちゃう。すごいいい曲なんで、明日の朝から聴きたい曲は、ラブサイケデリコの This Moment です。そんな感じで、曲も明日の朝から聴いてみたい音楽も、おすすめしましたので、今週の TGM は以上になってきます。いや早いですね、それにしても早いですね。ごめんなさいね、ちょっと途中のあのなんとかショーというところの部分で、なんとかそうなんとかショー一つ勉強しました。ここの部分知らなかったので本当に申し訳ございません。で逆に言うですね、あの教えてくださって本当にありがとうございます。ショーなんとかショー大事、これ大事、これ大事、今後すごい大事、やっていく上で。小沢一郎さん、黒かったな、それにしても、本当に黒かったんですよ。もう、松崎しげるかと思うくらい黒かったんですよ。マジかと、こんなに黒いんだと。びっくりしました。それがびっくりしました。青木さんじゃなくて、もう、完全に小沢さん黒みたいな。そこがもう、今日一番びっくりしたことでした。
もう今週はもうそれが一番パンチ効いてましたから。なので、今週の TGM4.0 は、以上でございます。最後にそう忘れてた、とか言って、これこのですね、TGM4.0、Facebook ライブとポッドキャストをですね、シェアしてくださった方に、このアリゲーターステッカーをですね、プレゼントしています。毎週。これからですね、僕ステッカーを、送りに行こうと思います。で、今週の、ステッカーの当選者はですね、笹村春菜さん。おめでとうございます。がですね、このアリゲーターステッカーの当選者でございます。なので、このステッカーをですね5枚プレゼント。であとですね、そこにちょっとニッチーズのちょっとした僕からのメッセージもありますので、笹村春菜さん、もしですね、この TGM4.0 ポッドキャストか、Facebook ライブを聞いていて、気づいたらこの僕のですね、Facebook ページの方にコメントでもいいですけど、あとはですね、できればその、ステッカー来ましたよっていうお知らせもいただけると嬉しいです。届いたかな？届いてないかな？結構ね、不安になっているので、それだけ教えてもらえると嬉しいので、今週のステッカーの当選者は、笹村春菜さんでございます。おめでとうございます。以上ですよ。意外と早いですね。意外と早いですね。意外と早かったですね、1時間。なので、今週の TGM4.0 はこんな感じです。来週のお知らせをちょっとしたいんですけど、来週ね、そのさっき言ったんですけど、7月の10日日曜日はですね、僕ちょっと登山に行くんですよ。なので、休まないです。やります。やりますけど、ただ、今、毎週日曜日は夜8時にやってるじゃないですか。やってるんですけど、8時にできんのかもしれないわかんないんですよね。時間がちょっとまだ確定していないっていうところがちょっとあるので、なので、ちょっと詳しい時間が決まり次第で、おそらくなんですけど、結構この TGM4.0 を準備する、そのやるにあたって、意外とこう記事をいろんなところからピックアップしたりとか、意外と結構時間かけて僕の中ではやってるんですよね。で、山の上から中継したいんですけど、ネットないんじゃねえか。で、それもいいっすよね。確かに、ちょっと、いけたらやってみます。いけたらやってみる。ただ、ちょっと確定、保証はできないんで、もし電波があるんだったら、やってみちゃおうか。やってみちゃおうか。ただ、正直言っていいですか？正直言わせてください。来週のその、日曜日なんですけど、まあ、TGM ってことなんで、まあ、とりあえずじじってみたってことなんで、まあ、ニュースの話を結構メインにしてるんですけど、ただね、来週ね、来週その、ちょっと、時事ネタを話す、準備が多分、絶対できないんですよ。絶対できないんですよ。今回みたいな、こう、じゃあ、イギリスがね、その、ユーロ離脱しますよとか、まあ、いろんな話をしているんですけど、天気の話とか、やっぱりこう、ちゃんとした、それこそ、設備を、っていうか、その、環境がないと、意外とちょっとやるの難しいので、普通の前に昔やっていたこうビログっぽい感じの全くニュースとか多分できないと思うので、それだけちょっと来週の日曜日は本当にごめんなさい。ニュースジャンキーの皆さんには本当申し訳ないんですけど、ただニッチーズの皆さん的にはまあちょっとニッチなレアな回になるんじゃないかなっていうことで、ニュースの話はちょっとできないと思います。なのでそれだけちょっと前もって、お知らせをしておきます。まとめると、来週の日曜日は、ポッドキャストを配信する時間がよくわかんないと。で、ただもしかしたら山頂からできんじゃねえかと。で、ニュースの話はちょっとできないと。山頂でちょっと疲れてるんで、いやいや、やばいっしょ。だって疲れるでしょ。絶対疲れるでしょ。まあ、ネタ次第ですよね。まあ、確かにネタ次第なんですけど、いやー、ちょっとしんどいな。そこ、ちょっとしんどいな。さすがにしんどいな。ちょっと厳しいっす。できたら、なんかまあ、話せたらいいけど、相当しんどいっすよ。相当しんどいっすよ。だちょっと登山トークになるんじゃないかなとは思いますので、まあ、そんなちょっとレアな、希少な回にはなるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあそんな感じです。ちょっとまあ、詳しい、状況とかは多分当日、登山中とか登山の、まあ、
前後、前ですね、登山前にですね、ちょっといろいろとお話をすると、ご連絡を多分すると思いますので、僕の Facebook ページの、更新状況をぜひぜひちょっとチェックしてみてください。あと、もしかしたら Instagram とかでも、なんか実況するのちょっとめんどくさいな。なので、まあ、ちょっと写真でも伝えていくところもちょっとあると思いますので、ちょいちょいそこら辺は更新していきますので、ニッチズの皆さん、ニュースジャンケの皆さん、ごめんなさい。ということで、来週の TGM4.0 はそんな感じになります。ではですね、今週も最後まで皆さん、ニュースジャンケの皆さん、ニッチズの皆さん、Facebook ライブ聞いてくれてありがとうございます。ではではまた来週の不確定な、時間にお会いしましょう。場所も不確定です。ではでは今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた来週の日曜日の何時かに、いつかにお会いしましょう。以上、アリケータによる TGM4.0 でした。じゃあまた！登山の話をちょっとしていいですか？登山のですね、情報がね、やっと確定したので、ちょっと皆さんにもですね、共有しておきたい。ちょっと話させてください。今週の日曜日にですね、私たちはですね、登山部はですね、北八ヶ岳っていうところに行っていきます。これはですね、日本三大アルプスの絶景で、わりかしですね、登りやすいんですよ。初心者でも登りやすいっていう。で、しかも、超、景色、綺麗っていう。面白いですよ。北八ヶ岳ロープウェイっていうので、山頂までじゃないですけど、ある程度のところまで行けて、で、そこから登っていくっていうやつなんですけど、まあ、なんかいろんなのちょっと僕調べてみたんですけど、まあ、大体、まあ、3時間ぐらいあれば、いろんなところ回って、景色も良くて、楽しめるっていう。ただ、登山道のマップがあるんですけど、でそれ次第によっては、まあ、自分でこうコースを選べて時間も伸ばしたり縮めたりできるっていうやつなんですね。まあなんか当日はそれを見ながら時間を見て調整できればいいかなというふうに勝手に思っています。でですね、これですね、ちょっと発表させてください。当日の、登山スケジュールなんですけど、まず6時に集合します。東京の有名東京のところに一箇所に集合して、でそこからまあ大体3時間ぐらいらしいんですよ。北八ヶ岳がですね、長野県にあるんですよ。なんで、まあ大体3時間ぐらいで着くかなと。で、まあ大体9時ぐらいなんで、で、そこからですね、まあちょっと朝ごはん、まあその間でも移動中でも、着いたらでもいいですけど、朝ごはん食べたりとか、まあ登山の準備をしたりとかして、登山を開始しますと。で、まあ大体3、4時間ぐらいをめどに、いろいろ回ったりも含めて、で、まあ途中でね、僕はもうね、これを今準備してるんですよ。コーヒー。で、バーナー買ったんですよ。バーナーも買って、ケトルも買ったんで、あとはもうコーヒー、本当はね、すごい、もうすごいやりたいのは、ミルからね、こう、コーヒー豆買って、ガリ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 やって、で、そこでフィルター豆セットして、山でコーヒー飲むっていうのをちょっとやってみなかったんですけど、今回ですね、ちょっとミル買う時間なかったんで、普通のフィルターにしようかなっていうふうに思っています。フィルターでドリップコーヒーを山で飲むとね、なんであのうまいんですかね。登山やったことあります？なんかね、登山で、その富士山とかもそうなんですけど、上で食べるご飯ってすっごいうまいんですよ。本当に、ちょっと、もし今年ですね、登山行く人いたら、ちょっとやってみてください。全然、普通に登る時の標高低いところで、ドライフルーツとか、食べるんですよ。マンゴーがおすすめです。マンゴーのドライフルーツを、登山する、その、ところで食べるんですよ。で、その後に、山頂に登ってみてから、また、ドライフルーツを食べると全然味違うんですよ。もう、何これ、こんなに味の差でも一緒じゃんって思うんですけど、なんかね、おそらく、まあもちろんカロリーをすごい消費してるっていうのもあると思うんですよ。それはもちろんありますよ。だって疲れますからね。ほんとあれですよ、富士山に登ったんですけど、で中村さんと一緒に登ったんですね。そしたら中村さんがそのカロリーの計算をするやつを持ってたんですよ。でそしたら大体、富士登山のまあ多分ルートによっては違うんですけど、去年は、吉田ルートだっけな、確か、まあ普通の吉田ルートだった気がする。吉田ルート、吉田口かな。でそれでまあ登頂から下山まで、でそのカロリーの、大体ね、やっぱ、東京マラソンを走るのと一緒ぐらいのカロリーなんですよ。ってことは 42.195km 走るのと同じぐらいのカロリーを消費してるから、そりゃ飯うまいよねと。ビールもうまいんじゃないですか、きっと。ビール飲めなかったですけど、僕去年で、結局ですね、去年は富士登山やったんですけど、もう熱中症になっちゃって、熱中症プラス高山病っていうダブルパンチを食らったんですよ。なんでね、ちょっと帽子を買ったりとか、ちょっと割とね、今回はしっかり、そういうところの準備をちゃんとして出かけたいなと。ただ
いろいろ準備したんですよ本当に。ちょっとまああれですよ、じゃあそこら辺はちょっと今週の日曜日話します何を準備したかとか、どういうものを持ってったとか、こういうことをやりましたとかっていうことをちょっとね、今週の日曜日の Facebook ライブでやろうかなって思っています。そんで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ大体ですね、そこから、13時ぐらいに、まあ、お昼ご飯、まあ、食べるんじゃないですか、12時13時とかで、その後ですね、まあ、大体下山で着くのが、まあでも、まあ、4時ぐらいには着けばいいんじゃないですか。4時とか3時ぐらいに帰宅する準備ができればいいかなと。で、まあ大体そこからですね、まあ3、4時間ぐらい、まあ見ておけばいいんじゃないですか。なので、まあ東京に着くのが、まあ大体でも、早くて7時じゃないですかね。早くて。6時で着いたらめっちゃハッピーですけど、まあ8時ぐらいかな。だから、まあちょっと余裕見て8時ぐらいなんじゃないかなというふうに思っていますので、おそらく9時か10時に Facebook ライブができるのではないかと。大体そのぐらいになります。なので、まあ、8時は絶対ないですね。8時は絶対ないです。なので、まあ、9時、10時あたりにスタンバイしていただけると、今日何してきたかとか、どういうもの持ってったんだとか、何があったんだとか、何を食ったんだ、何を飲んだんだ、みたいな。完全にもう、TJM4.0 は全く関係ないですけどね。まあ本当に申し訳ないですけど。だね、ニュースの話はね、ちょっとやっぱ多分ちょっと疲れてると思うので、もう本当に今日はその来週、今週の日曜日はちょっとまだ普段とは全然違う感じになると思いますので、ニュースが好きな人は本当に申し訳ないんですけど、ただニッチーズの皆さん的にはいい話も聞けるんじゃないかなと、勝手に私思っております。ではでは、今週も最後まで皆さん TJM4.0 ポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。ではではまた今週の日曜日の Facebook ライブ、もしくは来週の TJM4.0 ポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。